こんにちは。都内で一人暮らししている29歳低所得副業ブロガーのヒデオワールです。元動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。ということで皆さん、奇跡が起きました。ヒデオワールドチャンネルかれこれ数年ぐらいやってますが、ついに企業案件来ちゃいました。いつも応援してくださってる方と、そして見てくださってる人たちのおかげです。ありがとうございます。ということで、今回このスマートウォッチ、僕に製品をね提供してくださったのはアイミユベイというブランドさんです。アイミユベイ様のブランドの時計の番号、モデル番号が P58 っていうやつです。スマートウォッチいただいちゃいました。で、僕の動画をね見てくださってる人は、僕のねこのリアルなストーリーが好きだと思うんですよ、きっと。なので企業様にね、僕の方からこれって企業案件もらったって堂々と動画で公表していいっすかって質問させていただいたんですね。そしたら相手の方から、我々にとっては問題ない、ただしブランドを伝えることを忘れずに、というね返答をいただきました。ということはね、堂々と、はい、今回ですね、アイミユベイさんの P58 っていうスマートウォッチを企業案件としていただくことができました。アイミユベイさん、本当にありがとうございます。ということで早速開封していきたいと思います。なんと割引コードというのをいただきまして、概要欄にこの P58 のリンク貼ってあるんですけど、もし買う方はこの割引コードヒデオワールド P58 HDOWRLDP58 って入力して注文すると、なんと割引特典 10% でございます。なので、スマートウォッチをお探しの方は、ぜひ、この割引特典 10%、ヒデオワールド P58 の割引コードを使って、お得にスマートウォッチを手に入れてください。まずは、スマートウォッチって書いてあります。Put to the future of health on your... 裏はこんな感じです。P58! わお!はい、ということで、製品の使い方をご存知ですか?わかりません。すごくない?てか、でかくない?てか、スマートウォッチじゃん、マジで。今僕が使ってるのって、この、ホナーバンドって、ホナーって書いてあると思うんですけど、2年前ぐらいに買ったスマートバンドなんですよ。これと比べると、マジでガチなスマートウォッチが来ました。やば、マジでありがとうございます。かっこいい。シルバーが届きました。で、アクセサリーを開けると、このアイミューベイさんって、運動とかにもなんか力を入れてるらしく、ちょっとあんま僕わかんないですけど、スマート、ああ、やっぱり、うわ、最高やん。なんとこの、いわゆる、ガチな、なんか、おしゃれベルトだけでなく、こういうスポーツ系、僕もこうやってウォーキングとか普段からしてるから、こういうバンドが好きなんですけど、この、いわゆる何、シリコンバンドもついてくると。いや、マジ助かります。これでさ、運動用と、まあ、ちょっとカッコつける用みたいな感じで使い分けられるの便利ですよね。ありがたすぎるでしょ。わ、かっこいい。ちょっと一回時計ちょっと置いといていいですか。で、説明書です。あとなんか、How to connect with the smartwatch って書いてある。I am Hideo World P58 スマートウォッチユーザーマニュアル。わお、すごいね。ユーザーマニュアルが英語で書かれてます。わお、All English。あ、ちゃんと日本語ある。すげえ。はい、ちゃんと日本語での、説明もあります。で、ちゃんとアプリとかもあるんですね。そのスマートウォッチのあの機能ですね。歩数計、距離、カロリー、睡眠モニタリング、心拍数測定、スポーツ、音声アシスタント、電話、血圧、血中酸素濃度。おやす!わお、いいね。個人的に助かります。天気、メッセージ、カメラ。あ、リモートカメラ使えるんだ。遠くから。ポチって撮影できるんだ。これ便利ですね。ミュージックコントロール、懐中電灯、ゲーム。え?ストレス発散に役立つ2048種類のミニゲームを内蔵。え?ゲームじゃん?ゲーム機?もしかして。2048種類?で、設定、バインド解除。という感じですね。ということで皆さん、見てください。スマートウォッチです。え、すごいね、今の時代。すごいね、かっこいいね。危なかったです。今なんと、これだけでおしまいかと思いきや、じゃん。充電ケーブルもついてました。てかむしろ充電ケーブルないとこれ充電できないもんな。USB でこうやって挿して、こっちの充電端子でパチッと充電する感じですね。まずはスイッチオンですね。上側ボタンを3秒長押しするか、マグネット式充電ケーブルを差し込んで充電し、スマートウォッチの電源を入れますと。電源がこれなので、これを3秒長押しします。いきますよ。セット。1、2、3。待て、もしかしてこれシールついてた。ごめん、外すわ。わあ、かっこいい。シール外したら、かっこいい。で、今3秒長押しして、え、これでもうついた、もしかして。お、見ましたか、皆さん。いきますよ。
もう一回クリックすると、おお、え、すごい、今時のさ、スマートウォッチってこんな画質いいの？やばくない？スマホじゃん、もはや。スイッチ入れて、あ、はい、おー、すごい、なんかもうスマホ触ってるみたい、今。もうご覧の通りで、はい。こんな感じ。あ、すごいすごい。もうなんかスムーズ。僕的にはもう全然このクオリティで、しかもこのね、いっぱいアプリが入ってると思うんですけど、これでこういう風に動くんだったら、もう必要十分なんじゃないかなと思います。てか普通に操作しやすいね。すごいな。一つ一つちょっとアプリをパッと見ていきましょう。アクティビティ。はい。おー、スリープ。ハートレート。ちゃんと BPM をチェックしてくれるの、これ。で、ブラッドプレッシャー。SPO2 すごい。で、エクササイズ、ああ、ウォーキングとかね、はい、こういうのいろいろありますね。で、エクササイズレコーズ、ストレスチェック、ストレスチェックってなんだ、ストレスで、ウェザー、まあ、天気ですね。わあ、めっちゃ大画面で見やすいじゃん。で、フォンコール、メッセージ、正直メッセージとか僕使わないんですけどね。プレイヤー、 AI ボイス、見てみんな、 AI ボイス、嘘でしょ、何これ。あれか、音声か、Google とかのやつね。リモートシャッター。これであれか、遠隔でスマホの撮影ができると。で、リラクゼーション、トップウォッチ、アラーム、タイマー、フラッシュライト、あ、これ、ゲーム、2048個のゲーム、カルクロロ、電卓ですね。わあ、かっ、え、便利。かっこいい。サイクルトラッキング、ファインドフォン、セッティング。わあ、あ、すごい、いろいろ他にもできるんですね。え、よくない？マジで？え、これ本当にもらっていいんですか？マジで。超嬉しいんだけど。後ろもね、はい、このシールがあるんで、剥がします。じゃあ早速つけていきましょうか。僕のね、この長年つけてた、もうこれ本当、基本お風呂以外ずーっとつけてるんで、僕。スマートウォッチを外して、もう日焼けとかも、はい、ずっとちょっと見づらいと思うんですけど、ここ日焼けしてるんですよね。で、今回はこっちの P58 をつけていきたいと思います。大丈夫？合ってる？待て、僕のやり方が違ったらすいません。はい、カチッとできました。ウェーイ、時計ゲッツでございます。おー、いいね。ということで今アプリを入れて、はい、スマホで接続して、こんな感じで7月29日で2時半以降なんですけども、ちゃんと時間とかも設定されました。めっちゃ楽。あとアプリすごい見やすくていい。とりあえず今の段階としては何も、はい、設定してないというか何もやってないので、まだデータが取れてないというか何もないんですけれども、こんな感じで機能が使えますと。すごい操作感いいな。めっちゃ血中酸素、お、これ今チェックしてくれてるのかな。わお、 99% お、 98%、 あ、まだ測ってるわ。健康な証拠でございますな。 98% お、来ました。最大値 98%。最小値 98%。めっちゃ調子いい人間じゃん。いいことだよね。あとはなんかあるかな？天気とか見ますか？はい。ちょっと、やばい。やばい。ちょっとモザイク入れてますけど、僕が住んでる東京都の天気が見えます。すごい！こんな大画面で天気見れるんだ。で、下の方行くと、わー、サンデー、マンデー、チューズデー。あ、雨なんじゃん、今度。へー、雨？ま、ずっと雨じゃん。え？なんか雨多くね？こんな感じで天気予報も見れちゃうと。めっちゃいい。秒読み。あ、タイマーのことか。これで。おー、ちゃんとタイマーもこれで。すごい。ちゃんとさ、見やすいのいいね。でかくて見やすい。てか画面めっちゃ綺麗だな。ゲーム見てみますか、ゲーム。2048年ゲーム。何 ?2048 どういうこと？え、何これ？ 2。え、どういうこと？どういうこと？え、ゲームを再起動。4。え、どういうこと？これどういうゲーム？え、どういうこと？どういうこと？1,2,3,4。あれ？消えちゃった。やめるか。スマホと同じく上からこうやってやるとメニューバーが出てきて、ま、いろいろと、おー、ライトがついたりとか、あー、こういうのとか、明るさも調整できると。あ、結構そう。あ、暗くなるし、めちゃくちゃ明るくもなると。ちょっと半分ぐらいにしとくか。で、雨。ディスプレイ、お休みモード、Bluetooth、省電力モード、システム、リブート、リセット、Bluetooth、P58。はい。アップダウンロード。今スクショ出てると思うんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、多機能なスマートウォッチということで、まあ、本当さっき紹介した通りでいっぱいアプリがあります。便利ですよね。で、着信通知の機能もあります。で、僕としてはですね、正直言うと着信機能はめちゃめちゃこう集中力の妨げになるんで通知いらない派なんですけど、人によっては仕事とかやり取り多い人とか気になる人がいるとか、そういう時とかに通知あると便利ですよね。まあそういった風に着信通知を見逃さないようなこういう設定もできますと。
個人的にね好きな機能がこの座りがち注意っていう、これ好きなんですよね。僕自身もなるべく部屋の中を立ったりちょっとこうスクワットじゃないけどしてたりとかして、でやっぱり座りすぎるとこうブーブーって揺れるんですよ、通知くれるんですよ。するとやっぱ意識がハッとして、あやばい座りすぎだっていう風になるから、集中というかなんていうのか、より集中を保つために座りすぎ注意っていうのはチェックできるのはありがたいです。で運動モードですね、まあ、いろんなウォーキングとかジョギング、水泳とかヨガとかバドミントンとかいろいろあります。正直僕自身これ今日手に入れて、ほとんど何もまだまだ何も使ってない新品ピカピカの赤ちゃん状態なんですけど、なんとね防水に対応してるっぽいんですよ。画像の通りで多分これ水泳とかも使えるはずなんですよ。やばくない？普通に。で一応僕あんまり他社さんの名前出せない方がいいと思うんですけど、僕自身過去にシャオミのミーバンドっていうのを使ってて、ミーバンド5とか、これはですね、で仕事中とかに水でこうめちゃめちゃ水洗いとかしてても全然大丈夫みたいな。防水機能があるスマートウォッチってめちゃめちゃ重宝するんですよ。ほんと楽。このアイミューベイさんの P58 も防水っぽいので、ちょっとそれが楽しみです。で画質ですね、多分今スクショ出てると思うんですけど、ちょっとあんま分かんないですけど、 80Hz のなんか高振率とか、 なんか 90% 以上の画面占有率とか、確かにね画面でかいんですよ。これはいいなって思いました。でしかも 400×430 の超高解像度っていう、まあ、さっき動画で見せた通りだと思うんですけど、本当に映像がスプレーのこの綺麗さ明るさっていうのが確かに解像度高いなって思いました。で PPI300 点密度みたいな RGB っていう、まあ、なんか密度ですよね、まあ、ここも正直あんまりスマホとかパソコンとかね、あの詳しい人は多分めちゃめちゃこだわると思うんですけど、個人的にはまあいい感じだったらいいやと思ってるんで、はい嬉しいです。であとこのディスプレイの画像ですね、今このなんか素敵なカラフルな、なんかこれ可愛いなと思ってこれでいいんですけど、まあいろんな画面に切り替えることができますと、これもいいっすよね。だからなんか NFT とか、あと自分がアートやってますみたいな人とかだと、スマートウォッチの画像、壁紙ですねもう変えられるっていうのは結構おしゃポイントというか、こうちょっとテンション上がるポイントだと思うので、これはね素晴らしい。であとはなんか機能ですね、 E コードとかアラームとか天気とかカメラ制御とか、まあさっき見てた通りなんですけど、まあそういったものもついてますと。重量がまあ 45.7g ということで、今まで僕が使ってたスマートバンドとかだとめっちゃ軽量だったんですけど、これは確かにまあつけてる感ありますね。本当にスマートウォッチつけてますみたいな。ただ重たいかって言われると、まあ、そうでもないなって感じですね。むしろおしゃれだからいいやって思っちゃう。カラーなんですけど、僕が今回手に入れたのはシルバーです。で今 Amazon のページだとゴールドとシルバーが売られています。もし気になった方は概要欄チェックしてみてください。で防塵防水ということで、はい、あの IP68 が搭載されてるんですよ。 IP68 です。なのでやっぱり多少というか普通に水系のことはほとんど大丈夫なんじゃないのかなと勝手に思ってます。でベルトが、高品質のベルトとシリコンベルトですね。で解像度 400×430 ということで、 Bluetooth5.3です。僕自身が使っているイヤホンとかも Bluetooth 5.1 とか 5.0 とかより進化してますよね、時代は。で充電が多分ね 2.5 時間でフル充電できて、で、まあ、7日間とか使えたりとか、まあ、結構がっちり使う人は 2,3 日とかバッテリーは持つらしいです。僕のスマートウォッチの使い方は、普段ウォーキングしてる時と、あと睡眠のトラッキング、まあ、あの寝てる時の記録を取ってたりとか、あとよく時計をね、見たりとか、仕事中の時とかも今何時だろうって思った時とかによく使ったりとかしてて、正直これぐらいなんで、まあ、バッテリーはよく持つ方なんじゃないのかなと思います。はい、まあこんな感じで製品の紹介でした。ということで今回はアイミューベイさんの P58 というこちらのスマートウォッチのご紹介をさせていただきます。概要欄の方にこのアイミューベイさんの P58 の商品リンク貼っておくので、もし気になる方はチェックしてみてください。一応動画のね冒頭でも申し上げた通りでして、なんとヒデオワールド P58 とかいう謎の割引コードをいただくことができたので、なのでこのスマートウォッチですね、手に入れたいな、欲しいな、安く買いたいなって方はぜひ割引コード HDOWRLDP58 っていうのをクーポン入力をすることによって割引特典10% ということで安く買えると思うので、ぜひ使ってみてください。ぜひ僕と同じこのシルバーを買って一緒にアイミューベイスマートウォッチを使いませんか。今回は商品のね開封動画という感じだったんで、正直まだまだ機能性ちょっと分かってはいないんですけど、これもし気に入れば多分ずっとこれ使ってるいくと思うので、共にアイミューベイライフを歩めれば幸いです。アイミューベイを歩む、こういうちょっと見た目とか機能性とか好きな人は多分好きだと思います。僕は好きです。
なので今回この案件のご連絡いただいた時に僕は一瞬で思いました。うわマジでありがとうございますって感じです。ちょうどスマートウォッチ欲しかったし、でスクエア型のねこういう四角形のスマートウォッチが欲しかったし、新しめの機能がついて、まあ Bluetooth とかもそうですけど、そういった機能のスマートウォッチが欲しかったし、でしかもこのバンドを変えられるっていうのも嬉しいなって思ってたので、これはね本当にもうラッキー、ありがたい、本当にあゆみゆべさん本当にありがとうございます。マジでありがとうございます。そしてこの動画をね見てくれたり、そして僕をね普段から見てくれてる人たち、チャンネル登録してくれてる人たち、フォロワーの方々、ファンの方々、これも全てその人たちの、この人たちの、あなたたちのおかげでございます。本当にいつもお世話になってます。ありがとうございます。今後もねいろんな案件いただける会社様、企業様、ブランド様いたら、ぜひ僕のインスタとかツイッターとか、ブログとかのメールとかの方に企業案件あるんですけどどうですかとご連絡いただければ、ちょっと僕もそれ見てわやりてーっつったらいっぱいアウトプットしていくんで、何卒よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上となります。あゆみゆべいさんのスマートウォッチのご紹介でした。これはねもう超嬉しいです。ぜひ皆さんも気になった方はチェックしてみてください。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。